ろしくお願いします。こんにちは、サムライズのことです。ちょっと着替えますので待ってください。あ、どうなっちゃった写真の はい、皆さん改めまして、こんばんは。サムライ塾のことです。この格好はですね、僕のホームページを作っていただいた須貝真一さんという、方の、アイデアでね、この格好で僕授業やってるんですよ。社長向けの場合はね、サムライ塾なんて、サムライの格好したらええちゃうってことで、言われました。アドバイスもらいましたね。で最初はちょんまげかなと思ったの。それは嫌かなと思ったの。新選組の格好なの。これは結構いいやろ。これ実は自分で買ったんですけど、2着目は。さっき1着目は須貝さんにプレゼントしてもらって、2着目はちょっと自分で買って、新品ですけど、はい、で気合い入れてやっていただきます。はい、ではですね、ちょ前から、はい、で今日はですね、経営者のための簿記入門ということで、2時間、お話をしていきます。で、加藤星が私で、40歳の日立出身ということで、簿記教室を9年目ですね、簿記教室、個人なんですけど、9年目やってます。で、その前は23歳から僕、簿記講師をやってまして、全部で17年、プロの簿記講師としてやってます。で、そのノウハウを使ってですね、今日は社長のための、簿記、経営者のための簿記というのをやってるんですけど、ちょっとお聞きしたいですね、日商簿記検定とか、いろいろな検定式があってますけど、はい、それを受けたことがあるときと。何級も出した覚えてないですよ。覚えてない。4級。3級だった。あ、3級です。経験が。経験が。なるほど。はい。はっきり言いますね。危険っては役に立たないんですよ。社長さんでは。あれ、従業員のための検定なんですよ。だから、いらない知識もいっぱいあるんです、あれ。実は。で、あれ、根詰めて合格しようと思うとかなりきついんですよ、実は。平成13年からものすごく難しかったんで、3級で難しいとき、5.7% だからね、3級ですよね。国家試験じゃないんですよ。検定試験、3級が 5.7% ですからね、びっくりですよね。2級に至ったら 2% でしたから、茨城県で何人しか上がってないとね、司法試験で難しいんじゃないかっていうぐらい、難しいときあるんですよ。簡単な時は58%なんですけど、はい、で、あれはですね、やっぱ従業員のための武器で、こう従業員は書きますよね、打ちますよね、はい、でそのための武器検定なんですよ。でもですね、皆さん経営者だと思うんで、経営者に絞って今日お話しますけど、経営者にはですね、そんな知識はあんまりいらないんですよね、社長っていうのは。でも日本の武器の教育は、ね、社長向けに作られてないんで、だからどうしてもちょっと簿記勉強せなあかんってなると、まず日商簿記検定3級ってみんなに受けるんですけど、あんなつまんねえなこれってなって挫折しちゃうんですよ。簿記ってのは一番最初の一番ハードル高いん でそこから緩やかになるんですけど、ここはどうしても、ね、難しいで止まっちゃうんです、みんな。で今日はここの部分をしっかりやります。まずは高いところをしっかりやりますね。で、そこからですね、皆さんが知りたいのは経営者のための簿記ということですから、ね、そこからじゃあどういう簿記をね、これを学んでいけばいいのかと、学んだ中からどういうことを学んでいけばいいのかなっていうことも後で少し喋りますから、そうすると、あ、なんだろう、あんまねえじゃねえかっていうのがあります、経営者のための簿記ってね。はい、そこら辺をちょっと喋っていきます。